おはようございます。ヒデと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。時々最近の話をしちゃうことがありまして、私はこの前衝撃を覚えました。僕はね、取りだめをするんですよ。はい、実況者なども取りだめをすることは多いかもしれないですけど、多分その取りだめの量がおかしいっていうタイプですね。はい、普通の実況者は多分10個20個ってよく聞くんですよ。僕はね、この前計算したんですよ。今上げてない動画で何個撮りたいなんだろうって。58! 本日はですね、これやったかな?勇者で星空の参加術をまといます。はい。なんかやったのかやってないのかはっきりしてないんですけど、まあやりましょう。うん。もやもやしてるならやる。それだけ。お供はリリパッドシールド小僧。このお供は間違いくないんで、これで大丈夫でしょう。勇者でリリパッドシールド小僧。そしてね、勇者の、星の参加術で参りたいと思います。というわけでね、まあ、小さき人々って感じがしますね。はい。ちなみにですね、ちょっとした豆知識になるんですけど、リリパッドっていうのはミニモンスターではないです。どう見てもミニモンスターの人型の草原盛りじゃんって話なんですけど、いや、そんなことはないです。というわけで、勇者で今回はね、組んでみたわけですけど、まあ、ちょっとしたコンセプトはあります。まあ、僧侶と組むとですね、シールド小僧やリリパッドって言いますのは、ホイミやストイストリネアっていうね、回復技になるわけですよ。B 技が。はい。で、勇者っていうのは、神話の鎧っていうものをつけますと、まあ、HP 回復効果がつくんですね。はい。打撃耐性が確かどんぐらいしかないんですか?5だったか3だったかな?はい。下がる代わりに、HP 回復効果がつきます。つまり私は今回のパーティーはいわゆる、まあね、2549っていうね、低めな HP ですけどね。耐久力がある耐久力があるっていうのは、会心の一撃出すってどういうことよ。リリッピすげえな、さすが。いくぜ!きらめく星のレンズ攻撃、スターフレア。火力は私が補います。ドーン!やん!ちょっと待ってよ勇者といえば、天かける竜の剣技だとは思うんですよ。ただ、スターフレアもやべえな。うん、力だって200超えてんだもんね、普通。勇者って基本的に力がこの3装備で200超えるんですね。はい。で、人型相性あるじゃないですか、今回は。その相まってね、かなりの、火力を誇ります。で、神話の鎧やスイートにね、ホイミでね、粘り強い戦いも可能っていうね、オールラウンダーパーティー、そのみたいな感じになってますね。はい。ここで神話の鎧の回復はね、入るんですね。まあ、67という低い回復ではありますがね、このスイートにね、ホイミでね、まあ、粘り強く対人でも戦える。大魔王には刺さらないかもしれないです。ビッグファンイエーイ今回はね、リリッピがね、動画で張り切ってくれると思ってます。よく考えたらシールド小僧はかなり動画出てる気がするけど、リリッピは出てないんだよなーって思って。で、リリッピを輝かせたくなりまして、まあ、リリッピやシールド小僧の共通点としてはね、草原森であることとね、人型であることなんですけどね。まあでもこの2体で組んでもミニモンでもないしってなので、ちょっと組みづらいんですよ。モンマスとかで組むと、リリパッドでスクートがあるんですよね。スクートがこのゲームあんまり強くないんで。はい。一回打ってほどの リターンはないんですよ。はい。なのでまあ、今回ね、勇者と組むことになりました。ね。いや、リリパッドもね、リリッピちゃんね、用もされないですよ。ストライクハローのね、回心率がやばいんでね。はい。さあ。なんでか、みんな人型じゃねえかよってか。なんだ、ウルドンとリザードマンとピクシーってお前ら。みんな人型なんだね、気づいたら。人型が乱れ合う、そんな勝負でございます。ま、私が勝つんですけど。でいいあらおー、ミリッピ硬いよかった。大丈夫なんだ、お前。あ、お前大丈夫だったわ。そういう雷。多分一番食らうのは勇者かもしれんの。まあ。さあ、行こうか、リッピー。弓を引き絞って、いざ行かん。行くぜー、せーの、はーい、よいしょ280出んだもんな。人型対象の上がった力はまあ普通にやばいからね。うん。10% 上がって、勇者の補正でまあ7上がってるから。火力も悪くない感じですね。あー、欠点とした2500っていう基礎 HP はちょっとね、不安ではあるけどね。まあ、神話なので耐久をちょっとごまかしてる感はあるけどね。うん。ほぼほぼ毎ターン60回復は入るのはね、意外とその3ターンで180って考えると結構、ワンパンのラインが変わってくるから、個人的にはいいなーって思ってます。はい。ここでホイミをするんでしょ、君は。行くぜはい、回復やると思った。ほら、
こういう意味で回復したりね、スイートルネアを使ったりね。おぉ、スイートルネアの、もう決めちゃう？リッピーちゃん。狙いを定めて、弓を引き絞る！よいしょー決めてもよかったのに。耐久力があるって回心出しただけじゃん、今。まあ、でも、そうだよね。火力はまあ、勇者がね、ベラボにこのスターフレアが高いんでね。はい。きらめく星を。連続攻撃、スターフレア、行くぜ、ほらうん、これがベラボーに強いんでね。うん、デタラメに強いんだよな、これが。さあ、魔王戦でした。よかったです。そうじゃなかったらもうまたとどめじきにドカーンってさ、はい、はい、処刑確定とか編集するんですよ、私のことだから。今ストーリーで動けれません。黒船でも動けることができました、私は。嬉しいですね。無道はともかくとしてね、黒ブレではなかなかの待遇を受けたね、ゲマ。結構そこそこ強いんだよ、なんでこいつ。まったく。さあ、行きましょうか。さあ、まあ、いや、使っていないスイートリノも使っておきましょう。今使ってもしゃあないんですけど、スイートリノや、いざ予感、せーの、パン！いや、弱い。威力は低いんですよ。ただ、回復効果がね、入ると、こう、まあ、92回復したり。まあ、そこそこだから耐久力はあるのかな？これ対人でバトルロードでやるとどういう風になるか全くわかんないですけど。で、このままだと削り切っちゃいそうで怖いけど、まあ弱めのとどめの一撃なら2400くらいしかいかないんで、そのあたりを活かして、光の弾とかチャージして大魔王戦に備えましょうか。まあ今回は主人公入りなんでね、つばぜりに注意ですね。はい。つばぜりはショッキングなんですけど、それどっかのサムネなんだよな。まあでもね、つばぜりこの前は、その前はね、その次は勝ってますからね、ちゃんと。うん。だからね、自分に自信を持っていきたいところです、プレイに。あ、ひどい！それちょっと待って、ひどいな、君。それひどいな、君。それ。やってほしくないやつだな。それ一番やってほしくないかもしんないね、今。今の高校いては。一番外国かもしんない、それ。これさ、だってとどめで決めちゃうもんね、どうあがいても。そうだね。つばぜりしとけばよかったか、せめて。せめてつばぜりはしとけばよかったかな。最悪ゲマって削り切れるって考えて、つばぜりしとけばよかったかな。この耐久戦法は大魔王戦にはね、もうつばぜり負けたらいけないですからね。激しい炎。これ、とどめ一撃で絶対やっちゃうな。ってことは、もう勇気がフラットの状態、こっちは不利な状態ってこと？だなー。ちょっと待って。その魔王の持ってき方知らん。それワンチャンやばいぞ。大魔王にはですね、基本的に、この今、魔王のオーバルじゃないですか。これが、溜まった状態で始まった場合、大魔王戦がね、モーブ溜まった状態なんですよ。だからこっちのオーブからで、向こうは溜まっているっていう、いつもと逆のパターンになってしまう。これは、嫌な予感がします。黒ブレに出られなかった。第3の女、黒ブレに出られなかった。怒りの一撃、レッグクグト落とし。なんでこいつ黒ブレに出れなかったんだろうね。ビアンカ、フローラとゲマでも出てたのに、パパスは剣で出てたのに。デボラなんて出れもしなかったよ。デボラのハイヒールとか出てもよかったでしょ。ちょっと待って、これ、このまま見るといったらやばいぞ。大丈夫かな？いつもと逆のパターンで。シンミルドか。これいつもの逆だな。これ勝ったら金星みたいなとこあるな。やっぱ溜まってんね。この場合2ターン目でつばぜり仕掛けよう。もう向こうがね、オーバーストーンすでに溜まっているというちょっとハンデ状態になってるから、これつばぜり勝てるとやばい。勝てるかな。でも勇気の差がちょっとつきすぎてて、もしかしたらつばぜり普通に勝てないかも。どうやっても勝てないかもしれないな。いやでも気持ちで負けちゃいかん。行くぞ、リッピー。俺たちは勝つ。おおなんでだよ。ストライカーはなんでだよ。さあ、スターフレア入ったね、でも。いいよ、スターフレア。いや、違う違う、250台では十分だよ。うん、510だよ、510。うん。打点はね、スターフレアが取ってくれるはず。ただ、2ターン目はね、主人公動けない分ね、なんとも言えないことになりそうだけど。で、この一ターン目、何してくる？一鉄稼働。うわーきついなーきついなー
シールドコースをここでホイミすると何一ついいことないよ。おお、いいね。分かってる、分かってる、分かってる、分かってる。お前は分かってる。さあ、いけるか。緊張する。で、こういう場合って負けてる、大体。ちょっと待って、フラグが出てんだよな。あのさ、もうみんな思ってるでしょ。この時のティラさんって負けませんって。そのイメージ。払拭します。頑張るわ。いや、負ける気はもちろんないからね。案外いったわ。でも、払拭するぞ。アベレージヒッター、諦めない。よっしゃー、来たー、来たわ。払拭したね、払拭した。第一関門突破。ただ SD は1ターン目に光の玉使った関係上もう使えない。ここから耐久力生きてくるかもね、こいつらの。オッケー、よく払拭したな。ミルドだからってのもあるけど、よく払拭できた。うまい。ただ怖いのはね、3ターン目はいいんですよ。4号ですね、凍てつく波動があります。こいつ高校で、高校の凍てつく波動が素早さ42でやってきます。だからそれを引いたら実は負けます。そう、どうしようもないところはある。勝ちたいな。結構ガテンギリギリなの。スタープリアしてるけど、リリッピとシールド小僧にかかったな。マヘド、まあ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 、ここをマヘドは仕方ない。結構食らうかもね。でもこれ多分ね、うわー結構食らう。あ、でもこれなら大丈夫だと思う。あの、凍てつく波動と攻撃の択になるんで、こっからが。つまり、攻撃を食らえばとどめ打てるし、凍てつく波動を食らったらね、そもそも攻撃は来ないわけだからね。ちょっと、打点取ってこねー。リリピン!いよっ!しっかりやってれば大丈夫。で、多分もうここで、だって5ターン目、うん、そうだね。もう勇気溜め切っていいよ、多分。さあ、当ててくれ。頼むぜ。誰も外しちゃダメだと思う、多分。ストライクアロー発射!よし!いいよ!しっかり当てろ!しっかり当てろ!スターフレア。あー、でもここで動くってことはだよ。ここで動いてしまったってことは、あの、凍てつく波動が来たら、このターンとどめ打てないですね。あー、やっぱ誰一人外しちゃいけねえレベルだな、これ。なるほどね。オッケー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 。はい、オッケー。よっ !3408。さあ、まずここで全員動きました。凍てつく波動が来るとこのターンとどめ打てませんが、毒行きなら勝ちです。さあどうだ、ミルド君どうする。勝ったー、やったー、勝ったね。よし、ブレスガードかい。勝ったー、よかったー。このものを倒せばよいのだな。たやすいことだ。なんで出てきたの。なんでドリアム出てきたの。行くぜ、来年来なきゃ食らえって。なんで出てきた。もう全然赤いやつでしか共通点ないよ。赤いだけだよ、共通点。やった、勝ったー。つばずり合いでよくあのアベレージ払拭したの。てか、ま、なんか最近マックスでも負けるからね。アベレージ払拭できたのね。キラさんらしいって感じですかね。さあ、前回ね、動画に出てきたゴルゴレ救う軍団、山ダンジョン悪魔呪文チームとね、対決します。まあ、どちらにも勝ち目があるような気がするんだよな、これ。ね、勇者チームはどっちにしても、タイルにしても削るにしてもワンチャンあるっていうね。というわけで、それでやっていこうと思います。どうなんだろう。勇者チームは光の玉使ってさ、そのさっき吸い取りなんで進化のやるとかでさ、耐久をごまかして、それで、とどめじけに持っていくこともできるし、なんだったら普通に火力もあるから、スターフレアとかで持っていけるかな。モンスターマスターチームとしてはゴリ押しです。はい、それしかありません。さあ、ギガスラッシュ打ってからの、吸い取りのや、せの、はい、吸い取れるか、よし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 、吸い取れないことあるよね、時々これって。
まあ、これで耐久は少しね、増えて、今度、神話の鎧の回復で、60回復数が150ぐらいね、耐久をごまかしていくことになります。はい。決して悪い話じゃないですね。モンスターマスターチームに削り切られないようにだけしたいね。ジャミとか怖いよね。悪魔神官の高い。おっと、そんなところに行った。ちょっと待って待って、もう楽しみしちゃったじゃん。この重大局面でね。そうか、勇者って誰でも行くんだっけお前。そうか、勇者って誰でも行くんだった。比較的その刃がね、等しい方向に振り下ろされます。マジか。いやー、ロードよ、クラッシュ。いやー、こっから来るぞ。反撃。うわ、強っ。マジかよ。ジャミ強っ。さあ、そして賢さ260というね、バカみたいな賢さからベギナマが飛んできます。でもそんな威力ないんだよね、これ。賢さは高いけど。おー、呪文ガード一番いいんじゃない今回。ゴルゴルもバギマだしね。いやー、でもここでもう一気に削られてんね。いやー。打点は多分お互い互角。打点互角ですね。はい。ということはもう、こっちは耐えてみましょうか。さっき言った通り。耐久をごまかしつつね、耐える戦法を使って、光の玉で勝ちましょうか。ただ、勇気はね、その分チャージできないと思うな。さっき押しミスしたし、3ターンじゃたまんないと思う。ホイミ使ってる関係上は。4ターン耐えることができるかどうか。またはスタッフレアで何だったら殺していいよ。それができるんだったらね、まあ、なんだったら多分倒せる説あんな。回心さえ出れば。出たわ。言霊はいや。言霊回収はいや。ワンチャン削り切れますね。このラインは。スターフレアさえあれば。さあ、HP では優位にね、だいぶ経ちましたが、こっからね、反撃の位置は。さあ、主役のゴールデンゴーレム。前回主役、ゴールデンゴーレム張り切ります。張り切ってんな、お前。んで。結構張り切ってるわ。じゃあ、吸い取りの矢で、どれぐらいいく？はい。せーの。よいしょ。いやー、まあまあまあ、吸い取りの矢は回復さえだから。よし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 。攻撃施設回復だからさ、弱いわけはないからね。ギガスラッシュ使われてもこの HP 差はいい感じなんかな。まあ一応。はじめギガスラッシュから入られてるからね。いい！ベギラマの、まあ、ウロボロスさすがだわ。これワンチャンギガゼリンとか打ってさ、先に動けばもう勝てる説ありますよ。うん。火力も耐久もあるなんて、なんてハイブリッド！いや、いい、いや、いける！これは、だって、ほら、933。これはだってさ、3撃耐えれるでしょ。3個耐えれると見て、攻撃をまず。933は痛恨来ない限り、だって耐えれるでしょ。ゴルゴルチームって会心狙いづらいんでね。はい、あのチームの構成上。いける！これはもうね、ゴリ押せるよ。耐久のごまかしがすごい効いてるわ。まさか！ここで、おいー！リリッピちゃん！なんと！リリッピちゃん、ここで避ける始めた。リリッピちゃん、ここで避ける。そして、ダメ押しのホイミじゃ。ダメ押し！このターンに削られることは、まずないと見ていいね。おい、圧倒的優位に立ってない？意外と圧倒的優位になってるよ。なんか、すごい。どっち、なんか、圧倒的に勝ってるイメージがある。リリッピちゃん、やるぞ、こいつら。こいつらやるぞ。優秀のビデオ終わるか？いけ！超新星爆発！スーパーノバ！はい！ハーゼロー！うわ、強いよ、何これ。勝負あり！強いパーティーだったわ。